りあえずね、今東京タワーついて、これから先やるからちょっぴり寂しい乃木坂がとりあえず行きましょうか。このサラリーマンたち、ここの坂登ってどこ行くんですかね。ちょこっちの建物にしてもらうよ。とりあえず俺はこっちか、ちょっと突き抜けさせてもらって、多分道的にはね、こっちで合ってるっぽいんだよな。まあ間違ったらごめんなさいするか。ちょ、この先ね、なんか新興会館っていうのがあるんで、そこの道路に出たいな。かわいい腹痛俺がいつも見てる腹痛と全然ちげえ。八坂観光っていうんだ、この数大丈夫かな。あんまりね、ガキンチョたちに映したら顔悪いんで、ね、ちょ、見た感じ出口はありそうだな。最後転がればどうにかなる。あ、ちょ、ここちょっと出口はここ出るか。あっつ、最後水溜まりだったんだけど、めちゃくちゃ息ちゃぽしちゃった。よし、じゃあとりあえず歩いて最初から行きましょうか。ちょっとここ出口っぽいんで、え、ここへなのバスてか、あとバスか。裏がこんなラッピングになってて気づかなかった。出口にどこつか。阿波鴨川行き行きなんてあるんだ、乗りてえな。本数見た瞬間に幻滅した。あ、でも阿波鴨川の路線2500円でつけるんだ。ちなみに今時間が1時14分なんで、行っちゃったばっかだ。次のバスが NT 切ってどれ。でもこれか、二等交通のか、ちょっとつまりこいつするか。あ、なるほど、ここから鴨川まで行けるんだ、バス1本で。今度撮りてえな。それでさ、坂登ってまた登んなきゃいけないの。俺結構東京タワーってクソじゃね、失礼だけど。でも下り坂なりに、これで登り坂じゃなくても綺麗さ。一応今度カメラもね、残り何分まで動画撮りますってやらないんで大丈夫っすね。いやでもなんだろうなんかこのさ、バックにさ、この高層ビルでさ、この手前になんかそこにさ、なんかこの、なんつうの、趣ある建物って、なんか俺結構好きなんだよな、こういう風景。まあ俺田舎ってもの田舎がないんでね、まあ父親横浜育ちだし、母親の実家はとっくにないし、あー、なんかこういうなんか田舎のところに来てな、なんかね、一度でいいからね、合掌造りの家に来てみたいんだよな。岐阜とか高山だっけ、なんかあっちの方にあるような、すげえいいやつ。若い子多いな。港区立東麻布児童遊園、ここ東麻布なんだ、初めて知った。上り坂は上り坂で苦労するんですけど、下り坂は下り坂で落ちれないんで危ないんだよ。じゃあとりあえず地図だけ確認するか。ここ右っすね。で、信号渡るっぽいな。ちょ、車だけはね、気をつけて。うるせえな失礼ながらうるせえな。ちなみにローソン芝公園4丁目店っていうのはこの右側にあるっぽい。すげえ、六本木の文字見えちゃったよ。とりあえずここを渡って、うわー、何が国道1号じゃ、坂あんじゃん、ボケ理不尽に切りたくなってきた。なんか思った、ここの坂がさ、もうちょっと低かったらさ、飛び越えてさ、無謀な人だった。弁当屋さんか。うわ、海苔弁当うまそうだった。てか待って、ここ本当に麻布なんだ。東麻布一丁目、これも目黒間駅じゃん。80何番だっけ、それか。で、こっち六本木ヒゲト公園、このとこあれかな、白川ね、高輪辺りと巡回バスかな。こうやって見るとね、結構こうバカ坂なんですよねここの目線にいいんでさ、この目線じゃないですか、ここの目探すからね、バカかなここの坂はバカかな。いや、無謀断できんならしねえな、ここ。これでも一国か。川崎周辺は一国あるけどさ、あそこめちゃくちゃ無謀断できねえぞ。片道2車線ぐらいあるけど。こっちはなんか学校っすかね。見た感じ学校っぽいんだよな。ちょっと調べてみるか。何も書いてねえんだよな。なんか企業の名前は出てきた。
ちなみにね、なんとか神社っていうのがあるみたい。この先。てか、あの左側に。潰ればあるじゃん。信号を渡って右行けって書いてあるんだよな。ちょっとなんかこの先バス停あるって、右側に。うわ、警視庁の機動隊のバスいいんじゃん。この辺もなんかあんの。だって松屋あんだけど、腹空いてきたな。でも今ここでね、飯食ったらね、多分吐くか寝るかなんですよ。あまりどかちに吐くか寝るかってあまりいい選択肢じゃないですけど。待って、坂きつくね。現実突きつけられたな。ダメだ、足がもう限界を迎えてきてる。しかもあのでっかい変な建物はなんだこれ。ここなんかあるんだけど全然何か分かんねえ。それ先に左上がるか、左渡って右行くか。うっつ、この斜め信号ってバチクソ怖い。いいからって言うんだここ。港区いくら店か、セブンイレブン。ちょうどどこにあって、あそこ、あそこか。もう足が持たなくなってきた。あっちにも1台なんかバスいいんじゃん。ちなみにあの建物なんだ、なんか霊友会なんとか釈伝っていうのあるんだけど、ここ見えるかな。ちょうどここ、ちょうどここっすね。とりあえず行こう。あれは、はあ、どこ行くか見えねえますけど、板橋駅かな、あれ西部88番。あ、でも涼しい風吹くとめちゃくちゃ気持ちいい。で、ここ右か、ここ左だった。あとバスなんだ。しかも新橋駅行きかよ、いいな。そう、新橋まで行けば浅草に乗れるんで、それもありなんだよな。なんだ、神谷町駅経由、新橋88系と新橋駅行き。途中虎ノ門と六本木駅通るんだ。へえ。あ、外苑通りなんだここ。だから変な車が多いんだ、やっぱ警察4台もいる。すげえな。開け入り150円か。まだいいや。一応、でも開け入り1本と、あのスポドリ1本後ろに入ってるんで。はぁ、あ、はぁ、あ、ちょっと待って。疲れてきた。あと30分ぐらいか。いや、ここまっすぐ行くと六本木駅だって。バカげてる。はぁ、あ、ちょっと水分欲しい。よし、ちょ。あっちー、完全に体力がなくなってる。来ねえか。そうなんか。なんだろこれ。多分これがいるってことはマジな建物だと思うけど。お前りが警報準備してる声ないけど、悪いことしなくても。なんだ、調べてみるか。一応ここにいるんですけど、地図何も載ってるんだよな。別にね、ちょ、ここっすね。何も載ってないんで、何かの建物だと思うんだけど、なんだろうね。まあ別に興味ねえからいいや。俺が今興味あるのは乃木坂じゃん。もうすげえ。
これ新しいもの作ってる。うわーすげえでっか。東京タワー目じゃねえな、この高さ。すごいっすね。なんかの大使館なのかな、国旗みたいなものが出てんだけど、2つぐらい。新橋駅前駅、ここは麻布台か。あ、でも新橋まで結構近いんですね。あと 1,2,3,4,5,6,7,8 くらいか。あれ渋谷駅行きなんだ。渋谷から新橋までバス運賃いくらなんだろうな。ワールドウィング麻布、わかんない。こちら何作ってんだろう、ここ。東京都港区の税務事務所なんだ。へえ、初めて知った。もっとこれさ、このまま真っ直ぐでいいのか。一応今ね、この先がイークロっていうなんか高速道のあれか、十字点なんですけど。あ、でもやっぱりちょっと雨増してきたな。ちょっとポツポツ降ってくるようになってきた。この移設工事なんだ。なるほど。まあこの下にじゃあなんかあるんですかね、換気口を通すようなやつが。地下鉄かな。左行くと五反田、まっすぐ行くと六本木、右行くと溜池、銀座線か。溜池さんのだけ確か。結構ね、歩いてると疲れるんですけど、喋ってても疲れねえんだよな。なぜか一日ね、動画6本ぐらい喋りながら撮るとね、歩く力がね、なぜかね、なくなるんですよ。面白いって欲しかったのかな。また来た、渋谷駅行き。あれさっきどこ追い越したっけ。わすげえ、こっちザ住宅地って感じ。すげえ、外務省だって。外務省外交資料館。はあ、そんなのあるんだ。俺前回撮ったので415号線だっけ。なんかどっかにね、フェラーリかなんかのね、あれ車屋さんがあったの知ってんだよな。なんかそれらしき車屋さんが遊んでるんですよ、ちょうど左角に。俺なんかさ、ここ前回撮った十字路じゃね、外務省飯倉高校。へえ、こんなのまであるんだ。こうやって見ると結構日本ってさ、無駄な箱物あったりする。まあ外務省の多分無駄な箱物って言ってんやけど。こっち千葉ナンバーなんだ。やっぱりあれフェラーリっぽいな。なんかそれっぽいさ、建物とかさ、フェラーリになったって言ったんだけど、本当にあれフェラーリだ。そうか、確かに前回ここ DJ ポリスなんかいたわ。なるほど、ここの道路自体がなんか入ってるから、あれか、前回建物2つ、あの、DJ ポリスの車と、あれか、パトカーのバイスいたんだ、そこにちょうどいるけど、左側に。ちょうどこの辺っすね。あれ、ここもしかしたら、待って、信号なくね、横断歩道。あ、左にもあるわ。じゃあ、せっかく左行こう。でもさ、ここ前回撮ったフェラーリのところだ。ここ左行くとね、白金高なっすよ。港区立麻布幼稚園だって。へぇー、来た。あ、信号チカチカなっちゃった。あんまりよろしくはないけど、タクシー来ちゃった。ちょっとおまわりにちょっとやめとくか。よくしょ。地下横断歩道もあるけど階段登りたくないんだよな。確か前回こっから東京タワー見たんだ俺、確か反対側から。なるほどね、ここか。全然わかんねえ。あっちい。今何分だ、15分ぐらいか歩いてきて。あ、でもそうだな、ここ左行くと白金高輪で、あれだよな、確かそうだったと思うんだけど、ちょっと待ってください。あ、ごめんなさい、左って麻布十番だ。一応今俺が、まあ、ここにいるんですけど、まあ、この先左行くと、まあ、麻布十番で前回俺が救急してた、ちょうどファミマかなんかのところ、ちょっと地図が映んねん。バックに建物あるとき映んねんだよな、結構。この辺ですよ。左行くと。麻布十番なんで。そうです、ちょうどここは前回俺が通った道だ。この、こっち側は。
だからここ確かにね、前回通ってるんで、なんとなくわかるんだよな。じゃあさ、ここ麻布十番行って、港区通って、そして高輪行ったんで、多分その道だ。だからなんかポンチョとかの、ね、変なバスがいっぱいいたんだ、この辺。やっと信号変わる。とりあえずですね、ここ今どこだ、迷子った。今ね、俺どこにいるんだ。まあ、ここ、とりあえず20分ぐらい行けば六本木行ってば、まあ、六本木に20分着いて、あとあれなんで、乃木坂なんで。一応、今回はね、乃木坂の駅じゃなくて、ちゃんと乃木坂で検索してるんで、ちょっと映るかな。外苑東通り。そんな看板前回あったっけ？でもね、フェラーリのね、これ買ったのは知ってるんだよな。車屋さんが。ちょっとショート化しよう。あんまり大回りだから、ショート化とかあんまり良くないけど。そして車後ろから来ないからショート化しよう。ああそうだ、で前回あれだ、ここの地下歩道のやつにいて、俺がなんかあれだ、横断歩道ねえと思って勘違いして膝から落ちそうになったんだ。多分そうだよな、ここちょっと今 YouTube 探してるんでちょっとお待ちくださいね。いや、ちなみに今ちょうど1時半ぐらいですね。出発してからちょうど1時間か。あ、そうだ、ちょうどここだ。前回歩いて23分ぐらいのとこですね。ちょっとどこか映んないですけど。ちょ、多分この辺かな。ちょうどここっすね。23分ぐらい。ちょうどわかるかな。24分か。ぐらいの時にちょうどここ通ってて、ちょうどこれっすね。地下歩道のやつと、この東京タワー見れるっつってやつ。ちょうどここか。お、しかも五反田行きがいいんだ。そうそう、おめでとう。で、五反田行きで、あれだ。これ乗って帰れば、あの川崎駅まで東京線が出てるっつったんだ俺あの時。なるほど、なるほどね、やっと一致した。だからなんかこのイークラ片道見覚えあったんだ。それプラスちょうどこの角度の東京タワー。なるほどね、合点承知の助で。とりあえずこのまま右歩いていくか。やべ、また雨ボツボツしてきた。ちょ、ここ麻布警察署なんだ。そうそう、港警察署じゃないんだ。あれ港警察署だったっけ、分かんないけど、高輪警察署か。アパホテルリゾートだってこれ作ってんの。へえー、すごいね。やべ、雨してきた。うわ、待って、雨結構本降りになってきたぞ。やべえ。いや、マジでね、乃木坂まで行っちゃえばこっちの方なんだよな。赤坂まで電車一区間なんで。ローソンあるけど、傘もったいねえんだよな。傘差しながらはね、めちゃくちゃ危ないんですよ。浜ナンバーだ、すげえの。水戸行こう。すげえ、水戸のタクシー行こう。でもさっきのさ、あの高輪周辺は傘持ってる人がいたけど、この辺傘持ってる人いねえな、そんなに。え、ライザップだって、初めて見た。地下行こう、行こう。いきなり看板出たら思われてびっくりした。あー、でも本当にマジで傘買った方が良かったかも。つんだー。あ、山崎あんじゃん。揚げパン売ってねえかな。あのね、川崎キャベツとか港中駅の裏 の, いや、あの山崎って揚げパン売ってるんですよ、1本100円で。あれめちゃくちゃうまくて、出来たては六本木5丁目か。広尾駅方面と港北駅方面か、分かんないけど港区か。港北は横浜だ。
マジで足が痛い。一応でもこの辺からもう六本木の看板出てきてんな。一応ここっすね、六本木。かわいいこのオレンジタクシー。江東区の衛生タクシー、衛生交通っていうんだ、初めて知った。これはなんか消防団風の建物だけど、なんだろうね。バスってあの先なんか右曲がるのあるんだ。ちなみにこれ都営バスか。あ、これから先の新橋駅前と五反田駅行き。カメラの充電がまではね、五反田駅までバスで行ってもいいと思うんですけど。ちなみに今尺何分ぐらい、ちなみに充電 60% か。ちょ、ポケットに充電器入れてるんでいつでもさせれるんで問題はないんですけど。なんかさ、この辺ザ・なんかザ都会って感じするけどさ、六本木で書いてた看板に六本木5丁目か。ってことは六本木駅も近いんですかね。ダーツ、ビリヤード、ゴルフ、すごいね。まあ、氷屋さんだって、うまそうだな。まあ、雨降ってなんか氷食っても意味ないですけど。お、東京無線、あの緑のやつ。無理やりでも突っ込む、無理やりでも突っ込む、チカチカできますよ。あんまり良くはないですけどね。俺の後ろに人いたわ。なんでこれと思ったらドンキホーテだったんだ。アホな店だなと思ったけど、あぶね、足もつれかけた。雨がね、ポツ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 小雨が降るようになってきちゃった。どうしよう。都会って感じするな、この辺。磯丸水産に質屋か。まあ大黒屋じゃん、しかも。特にそろそろ六本木駅ありそうなんだけどな。どうだろう。あんなことってでもなんか丼食うんだ。あんなことしますよ、失礼だけど。六本木駅もうちょっと先っぽいな。あと歩いて10分くらいですね、乃木坂まで。六本木あれだな、あの高速道路の下になってんだ。多分そうすると駅の看板見えると思いますけど、ちょっとあれですね、あの道路の下にあるんで。片山さつきの公園から連絡があるの初めて知った。どうでもいいや、俺成人興味はね。だからこれがね、カラオケ館がね、本館みたいなんですよね。金網が割れたらつるっていきそうになっちゃった。筋あったじゃん。うわあ、まあまあ5時間で2500円か。ちょっと繰り返し割りっぽいね。六本木駅前か、新宿駅、五反田駅。なんだこれ、フィットネスサウナか。面白いトラックだね。六本木駅前ってことはでもこの辺のところに入り口あるはずなんだけど、意外とね、都営の駅ってね、変な雑居ビルのところが入り口だったりね、面白い駅多いんですよね、入り口は。このまま真っ直ぐでいいのかな。そしてこのまま真っ直ぐで大丈夫そうですね、右側でいいみたい。ちなみにこれは六本木通りか。駅入り口が全然わかんないっていうね。どっかにあるはずなんですけどね。あ、ここにあったわ。ちょうどこれっすね、六本木駅地下鉄入り口。この変な建物。あ、車いた、ごめん。
き物かし本物かと思った。音やんじゃん。うわすげえでかい建物。今歩いて25分ぐらいか。交番か一瞬何か分かんなかった。今日だけどお周り何人見てんだろう。あ、モスバーガーある。こっちは本店のなんか串屋さんか。なんかタクシー乗り場かバス停かと思った。酒屋みどり。今アルコール飲んだら多分道路で寝ちゃうんだよな。かわいいなこのモスって看板。俺は好きだな。うなぎかわいいな。すげえつくばナンバーだって。かわいいなこの色。俺好きだな。大宮につくばか。し長野ナンバー。なんか面白いナンバーいっぱいいるな。で、あと10分ぐらいなんで、ちゃんと地図見とかないとなんか寿司屋が迷子になったら困るんで。じゃあファミマが、多分あのファミマが、六本木7丁目ですね、あのファミマが、多分。うん、じゃあこのまま、そうですね、道なりに行けば、大丈夫そうだ。なんか面白い建物見えてこない、なんかあそこ。看板の奥。なんだろうね、この建物。何か分かんないから思ってるんだけど、地図見てみてもね何も書いてないんだよな。この先そうですね、川崎市で言えばジャニーズ事務所があるぐらいだな。そうですね、全然分かんない。一応警察庁のなんか青山宿舎っていうのがあるけど、うん、見た感じそうですね。一応ね、まあ、今ここにいるんですけど、今ここにいるんですけど、なんかこの先目立った建物ないんですよね。こういう感じで、こういう感じか。何なんですかね、あの結構洋風な建物。ちなみにこれは日比谷線の六本木駅か。ちなみに地下鉄乃木坂駅 500m、 意外と短いな。そうですね、東海道線15両、2本分ない感じか。絶対例え方腐ってっけど。でもなんだ、六本木って言ったら個人的になんか、そうね、あんまりなんか、いいイメージなかったけど。なんもねえ街だな。まあ、飲食店が多いぐらいか、やっぱり駅近は。なんだろう、フルスタッフだって。今やめた。なんか一人分だけ持ってけてもさ、なんか家族なんで寂しいからさ。やめた。また今度買いに行こうよ。ちょうどね、大江戸線の六本木駅から目の前だから。一緒にそこに行ったわ。ペットボトルで足なくちっちゃう。そこに信号ちょうどあるんで。これかな？なんかでもさ、なんか YouTube ってよくさ、なんかフルーツ丸ごと使われたさ、なんかフルーツ大福って来るんだけど、これのことかな？弁財天。なんか朝一で来ないとさ、結構品切れるってなんか YouTube 見るとか違うかな？ちょっと待ってくださいね。多分ね、大手の YouTuber はね、このお店来てると思うんだよ。ちょっと質問させますか。フルーツ大福と、ちょっと足をかさしまってと。うまそうだなと思うんだけどさ、1個600円とかって聞くと高いとも思うんですよね。フルーツ大福、あ、これか。なんだろうな。ちょ調べたんだけど出てこねえな。ちょっと待ってくださいね。1個だけね、デカキンさんって方が出してるのがあったんだけど、店名出るかな。あ、弁財天だ、そうか、ここ超有名なフルーツ大福屋だ。へぇ、今度来てみよう。
多分ね、YouTuber が結構紹介してるからさ、うまいと思うんだけど、さすがに YouTuber もうまい、まずいものが、なんだ、まずいものうまいって言うんですかね。俺はまずいもんだったらまずいってはっきり言っちゃいますけど。俺はまずいもんはまずい、クソなもんはクソ、うまい、いいもんはいいってはっきり言う主義なんでね。今度来てみてえな。ちょ、六本木駅のこちらの改札か。ちょっと覚えとこう。まあさすがに高輪から歩いてくるってことはバカなことはしないけど、もう二度と。なんかポケットに入れてラムネがカッチャカチャカチャカチャうるせえな。いつかわかんないけど、ゲーセンだったラムネがね。これ入ってんすよ、ね。これ歩きながら食うか。どうせ持ってても邪魔なんでね。この辺ちょっとおしゃれだな。これブルーベリーの香り。あ、じゃあさすがにポケットにやっぱりちょっとちょけてるわ。あんまブルーベリーバカ多いんだけど、あ、なんかね、あの昔ロッテかなんかわかんないけどブルーベリーガムってあるんですよ。俺めちゃくちゃ好きで、あれ食ってる感じがする。結構うまいな。なくなっちゃった。東京ミッドタウンって何なんですかね。詳しく知らないんだけど、この先左行けば原宿か。一応真っすぐ行けば信濃町だから総武線か。信号型だったからもうそろそろだと思うんだよな、乃木坂まで。なんかスマホがバグってた。位置情報をオンにしてるのオフになってた。ん？待って、俺道間違えたっぽい。ちょっと待って、完全に道間違えたっぽい。ちょっと待って、やばい、スマホがバグってる。さっきのね、六本木のところ右だったっぽいな。ちょっと待って、なんでまっすぐ来れば乗りたかったんだけど、なんか 俺のスマホバグったかもしんね。あ、でも一応 150m になってるわ、残り。一応なんかね、こっちの方に映ったんだけど、ちょっと待って。なんかね、今ちょうどここないですか。乗りたかこっちになってるの、なぜかね。なんかわかんないけど、こっちの方のどっかがね、住所添削されて戻れって書いてあった。それなんだったんだろう。それじゃあまっすぐ行くか。これさ、そろそろ地区で会ってたな。一応ね、そこにナチュラルローソンがあるんで、右行けって。あー、びっくりした、俺間違えたのかと思った。たまにね、スマホポケットに置くと、このスマホなんかバカなんでぶっ壊れるんですよね。ちょっと道間違えてなくて、なんか面白い建物。なんだろうね、この建物。 EQ だから EQ モバイルかな。これがナチュラルローソンか。ってことはここ右か。感じこっちだよな。ここっぽいんだけど、確かにこっちで合ってる。
そうだ、何にも標識がないからさ、なんかせめて一言くらいなんか乃木坂みたいなの書いてあったらありがたいんだけどなんかねえよな、それらしき看板。とりあえず下ってみるか。大体坂の上とか下にね、なんかモニュメントらしきものがあるのが大体の通識や常識なんですけど、坂に関して言えば。もしかして前回俺が迷子になってたこの上じゃね？しか前回駅がなんかわかんないって迷子になってたんだよね俺。一応あと2分にはなってるんだよな。だってこここのまま下で合ってると思うんだけど、乃木坂って意外とごめんなさいだけどチンプな坂だな。なんかさ、あの全力坂見てるとさ、なんか街中にあるちょっとした坂思い出すんだけどさ、これマジな道路坂なんだよな。街中にあるちょっとした坂ではないんだよな。いつもこれジャニーズ事務所この辺って書いてあるんだ。これか？わかんないけど地図見るとね、ここなんだよな。相変わらずピンと合わない。後ろから人来ないことがあるかもしれない。ちょっとここなんですよ、ジャニーズ事務所。例えばジャニーズ事務所これっぽいんだよな。あんまりジャニーズ事務所これって言い方してるんですよ。これか？結構すげえ建物だな。前回来た時気づかなかったな。それ前回はそのあの、なんだっけな。原宿から赤坂一直線に行くこと考えたんで。警備員いるってことは多分これっすかね。見た感じそういう雰囲気なんもねえけど、なんかただのかっこいいビルとしか思えねえ。で一応これ乃木坂立教か、ってことはここはちょうど乃木坂でいいのか。なんかちょっとぐらい坂のモニュメントあってほしかったんだけど、まあいっか。とりあえず前回降りたからなここっすからね。なるほど、で乃木坂に行くか。とりあえず渡るか。いや渡ったら反対側行けねえからこっちでいいや。そうね、前回多分これがあの道路の右左あったと思うんで、で俺左側選んじゃったんだよな、失敗して。で多分ね、ちょうどこの辺が駅なんですよね、確か。そうですね、一応ここ乃木坂立教なんで、なんだっけ、歩きたいのよ高菜は、明かりが揺れてるかは、ちょっぴり寂しい乃木坂か。じゃあ一見ここでどこか止めましょうかね。